本日のゲームはイーフットボールスタジアムで行われます。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。レベルの高いゲームが期待できるこの一戦ですが、注目ポイントはいかがでしょう。そうですね、お互いタレントも揃ってますし、戦術的なクオリティも高いですからね、間違いなくハイレベルなゲームになりますよね。そうですね。さあファーストハーフが始まりました。マンチェスタービー対インテル、エキシビションマッチです。まあ序盤で相手に流れを作らせしまうと厳しく、なんということでしょうか。 PK かどっちになる。ここでね、本当はファールしてはいけないんですがね、早くもカードをもらってしまいます。危ない状況でしたからね、あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。開始早々フリーキックのチャンス、どんなボールを選択するのか。ヘッドだ、ラウタロ・マルキネス、素晴らしいクロスからのヘディングでした。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね、侮れませんね。セルヒオ・ゴメス。さあ北澤さん、今日のこのゲーム注目すべき選手を教えてください。そうですね、ラウタロ・マルキネス、1対1、シュートまでいけるか。シュート、オナナシュート、これはわずかに右でした。いやいいシュートだったんですけどもね、ちょっと枠を捉えきれなかったですよね。ブロゾビッチ、この位置からプレッシャー、ここで奪われると危険です。ニコロ・バレッラ、デュンフリースへ、ここは厳しくプレッシャーをかけていきます。アケ、さあ左へ預けて、お、これいいですよ。シュート、いやー、インテル相手に先制。中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね。これは積極的な守備が効きましたよね。そこからシュートまでの流れも素晴らしかったですね。さあインテル、この早い段階で失点といきなり足元救われてしまいましたね。まあ入りとしては良くなかったんですけどもね、この後いくらでも展開変わりますからね、はい、ましてやこのゲームは強豪同士のマッチなので何が起こるかわからないですからね、やられた方も目が覚めるいい一発になったんじゃないでしょうかね。チャルハノール、ボールを受けて
これを読んでいた。シュート、エデルソン。折り返します。もう一度来た、来た、同点。インテル、いや早かったですね。北澤さん、短い時間でよく追いつきましたよね。このままリードまで持ってきたいですよね。頭で見事に流し込んできました。落ち着いて決めてきましたよね。タイミングもバッチリでしたし、見事なヘディングでしたよね。今日のゲーム見応えがさらに出てきました。ゴール決まった後はやっぱりどこかに隙が出るものなんですけどもね、そこを見逃さないでよく決めましたよね。そうですよね。これは合いません。いいディフェンス。マフレス、大きくサイドチェンジです。いや展開早くなってきましたね。中に戻すポーランド。さあマフレズ、マフレズうまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。いやシュートの前のパスなんですけどね、ディフェンダーにとって嫌な位置にボールを落とす、クレバーなプレーだったと思いますね。ポーランドが受ける。さあ右へ預けてマフレズ、自分で行く。ボールが上がる、頭触った。おっとシュート、オナナ。いやこれはナイスセーブ。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。決定機でしたが簡単にゴールを割らせません。さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。マンチェスター B、 シュート、いやわずかに右へそれました。素晴らしいシュートだったんですけどもね、枠に入れたかったですよね。ブロゾビッチ、アチェルビ、ここはファールを取られます。これはカード、マンチェスター B、 今のでイエローカード2枚目となりました。前半31分です。対応します。さあ左サイドへ、セルヒオ・ゴメス、今日ワンアシストです。フォーデンが受ける。ダンブロージオ、ニコロ・バレッラへ、バストーニ、アチェルビエ、フィル・フォーデンへ、スペースを狙った、戻します。シュート、ディフェンスの対応がちょっと遅れてしまったのか、フィニッシュまで持っていかれてしまいました。いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。奪います。さあホーランド、右サイドへ振ってマフレズ、自分で行く、シュート、いやー勝ち越し。前半終了間際のこのゴール、今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。高い位置からの守備が良かったんですよね。やっぱりあの位置で奪えると一気にチャンスにつながりますよね。ナンバーナイン、ホーラン、今日2点目です。
さあマンチェスター B 1点をリードしてリスタート。シャルハノールへウォーカー。 There will be 3 minutes at a time. さあホーランド、いいボールでしょ、抜けてくる、コース空いた、フォーデン、フォーデンから左サイド、さあホーランド、シュート、いい反応、惜しくも外れたところで試合を止めます。前半終了、差は1ゴール。さあここでお話を伺います。前半は点の取り合いになりましたね。この21っていうスコアですよね。はい、次の点によってやはりどちらが勝つのか決まってくるところがありますからね。マンチェスター B としてはこの調子で引き離しを図ってくるでしょうね。マンチェスター B 対インテル、マンチェスター B が2対1とリードして後半を迎えます。後半です。バストーニ、ブロゾビッチ、バストーニへ前線からプレスかけますからね。ダンブロージオ、アチェルビへ、多少強引に見えましたが止めます。フォーデン、さあホーランド、バストーニへ、今のは抜かれていたらと思うと怖い状況でしたよね。危ないシーンでしたよね。ここを止められたのは大きいですよね。ポーランド、ポーランドからフォーデン、裏へ出るか、バストーニ、このボールに触ります。裏を狙う、ここは間合いを取る、中折り返した、そのままキーパーが抑えました。カウンタースピードを上げたいところ、さあマフレズ、シュート、拾いたい、押し込むか、追加点、さあさらに点差が開いています。ポーランド、今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。これはファンブルを狙ってましたかね。ポジショニングも良かったですし、メインストールのゴールだったんじゃないでしょうかね。ポーランド、ハットトリック。さあマンチェスター B、 これで2点差、リードを広げます。マンチェスター B としては2点差は非常に大きいですよね。監督もイメージ通りの試合運びじゃないですかね、はい、このままもう1点いきたいですよね。フォーデンが受ける、抜けてくる、足元大事にいきます。どうだ、いやもうギリギリのクリアって感じですよね。振り返しクロス、ちょっと伸びてしまいました。ルカクからバレッラ、ポーランドが、北澤さん、先ほどからしっかりマークされてますね。そうですね、今日はシュートも打ってますし、ハットトリックもありましたからね。スペースへ、いい展開ですね。クロスを選択、ス
ました。シュート。スタート追加点。これで点差は3点です。フォーデン、マークを外す動き、落ち着いたフィニッシュ、素晴らしいゴールでした。そうですね、パスのもらい方も良かったですし、その前のポジショニングもいい位置にいましたよね。本当一瞬の判断なんですけど、出し手と受け手のイメージの共有化で生まれたゴールですよね。マンチェスター B、 3点のリードでリスタート。いや、非常にいい流れですよね。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね、はい、非常に大きな1点だと思いますよ。さあ、ここでカウンター、自分で行く。さあ、上げる、中央へ。マンチェスター B、 アワヤというカット。スルーパス。さあ、カウンターを仕掛けます。フォーデン、マフレスからホーランド、ラウタロ・マルティネス、インテル、カウンターを仕掛けていきます。アケ、ここは一旦バックパス、キーパーからロングボール、ペースを狙う、マフレス。もういいですね。さあ、フラッグは上がっていません。ここはキーパー処理しました。ニコロ・バレリ。さあ、デューンフリース、クロスが上がる。これは直接キーパーへ。さあ、右へ預けて、ここは奪います。バストーン、おっと、こぼれ球、フェデリコ・ディマット、インテル、カウンターを仕掛けます。さあ、繋がるか、飛び出した、ラウタロ・マルティネスのボール。いい形じゃないですか。カイル・ウォーカーからホーランド、ここで終了を告げる長い笛。4-1、マンチェスター B 完勝です。見事に勝ちました。ポーランド、今日は彼の日になりましたね。見事なハットトリックです。北澤さん、試合をご覧になってのコメントをお願いします。マンチェスター B としてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思います。